よし、みんな聞け。ドイツは今大会優勝候補に挙げられる強豪だ。特にフォワードのシュナイダーはドイツの若き皇帝と呼ばれ、今ヨーロッパでナンバーワンと評される選手。今ドイツで現像、いや若林から完璧にゴールを奪えるのは彼しかいないだろう。若林から？ドイツは他にも中盤より前にいい選手が集まっている。守備陣は特に注意するんだ。相手は強い。しかし決して気遅れすることなく立ち向かっていってほしい。それではスタメンを発表する。フォワード、ヒューガ、新田、佐野。ミッドフィルダー、松山、沢田、伊沢。ディフェンダー、相田、慈瞳、高杉、石崎。ゴールキーパー、若島津。以上だ。翼が出ないのか。アメリカ相手でもあれだったんだぜ。大丈夫なのかよ。翼、君の足の状態はドクターから聞いている。短時間なら出られるということだが、基本的に今日は出場させない方向で考えている。え？君の気持ちはわかるつもりだ。だが大事な大会前、今日は我慢してほしい。はい、わかりました。そしてヒューガ、今日のキャプテンは君だ。しっかりチームを引っ張っていってくれ。はい。シュナイダーってやつがヨーロッパナンバーワンのフォワードならば、俺だって全日本ジュニアユースのエースストライカーなんだ。それにキャプテンになったんだ。アメリカ戦みたいな無様な試合はできねえ。今日は俺が点を取り、そして勝つ。俺たちの力を世界に認めさせてやる。中盤は頼んだぞ、ハイネ。大丈夫ですよ、シュナイダーさん。この程度の相手なら片足で余裕ですって。相手を甘く見てるとろくなことはないぞ。何言ってんですか。俺の実力は俺に負けたシェスターさんならよく分かってるでしょ。何？やめろよ、二人とも。もう試合が始まるぜ。喧嘩なら後でやれや。事実を言っただけなんですけどね。聞こえてるぜ、ハイネ。カルツさん、地獄耳。プレマッチ第2戦、日本対ドイツの試合が間もなく始まります。前のアメリカ戦で敗北を喫した日本、今日の相手のドイツは強豪ですが、この試合でなんとか浮上のきっかけをつかみたい。今試合開始のホイッスルです。行くぞドイツ。さあ試合開始早々、ヒューガ君が得意の直線的ドリブルで攻め込んでいく。抜かせるか。どけ。うわ、力任せだな。邪魔だ。ヒューガ君、ハイネ君を跳ね飛ばし。なんてね。何？いや違う、ハイネ君激突の瞬間に足首でボールを固定し、ボールを奪っていた。ま、こんなもんですかね。じゃあ、行きますよ。さあ、今度はドイツのハイネ君が日本陣内に攻め込むぞ。監督、あの選手は？コルネリアス・ハイネ。ドイツ東部の都市ドレスデンのジュニアユースチームに所属する選手だ。ドイツ国内のジュニアユース大会の決勝で現像やシュナイダーのいるハンブルクと戦い、最後まで苦しめた実力者だ。あの若林君は苦しめた？だがその試合でシュナイダーと激突して足首に重傷を負ってしまってね。
試合に出られる状態ではないと聞いていたんだ。しかし彼が回復しているとなると、ドイツの中盤はますます強固になるな。お前を仕留めるのは俺だ。わしにも代表のプライドがあるたい。君らのレベルじゃ俺からボールは取れないって。右に左にタックルをかわすハイネ君、その軽やかなステップはまさに妖精だ。止めるぞ石崎。おい、今度は高杉君と石崎君がハイネ君に向かう。シュナイダーさん、しまった。ここでハイネ君のスルーパス、石崎君と高杉君の間を抜け、シュナイダー君の足元にピタリだ。ナイスパスハイネ、行くぞ。シュナイダー君、ペナルティーエリアの外からロングシュート。決まった。ドイツエースストライカーシュナイダー君のシュートで早くも先制。あまりに鋭いシュートに、あの若島津君が一歩も動けませんでした。今のシュート、まるでヒューガ君のタイガーショットだ。俺は自分を鍛えるためキャプテンにタイガーショットを何本も打ってもらった。だからわかる、今のシュートはタイガーショットの威力に加えてさらに手元でボールが伸びた。認めたくはないが、あのシュートキャプテンのタイガーショットよりも上だ。さあ前半も残り時間はあとわずか。ここまでドイツはハイネ君のアシストでシュナイダー君が2点、マーガス君が1点を挙げ3対0と日本をリード。一方日本は沢田君、松山君が奮闘するも、ハイネ君、シェスター君、カルツ君に中盤を抑えられチャンスが作れません。なんとかヒューガさんにパスを送って前半のうちに1点返さなきゃ。危ない、タケシ。え、もらった。あっと沢田君、一瞬の隙を突かれシェスター君にボールを奪われた。カルツ、ハイネ、シュナイダーさん。ドイツの中盤、ここに来て素早いパス回し。アディショナルタイムに入っても全く手を緩めない。そしてシュナイダー君にボールが渡ったぞ。決める。シュナイダー君、またもペナルティエリア外からのロングシュートだ。今度こそ絶対に止める。あっと若島津君、シュナイダー君のシュートに反応しましたが、その手を弾いてボールがゴールに入ってしまった。ここで前半終了のホイッスル。シュナイダー君、なんと前半でハットトリック達成。これがドイツの若き皇帝の力か。シェスター、いい守備だったな。慣れないボランチであれだけできるんだからさすがだ。任されたポジションだ、どんな役割でもこなしてみせるさ。それにしてもドイツ中の才能が集まったすごいチームだよな。自分で言うのもなんだけど。ねえ、わしのじいさんも言ってたぜ、わしの若い頃じゃありえないチームだってな。弱点といえばゴールキーパーだけか。おいおい、でかい声で言うことかよ。ところでシュナイダー、さっきのファイアーショットだけどよ、前より威力が上がってないか。気づいたか。そりゃそうよ、ちっちゃい頃からお前さんのシュートは何千本と見てるんだぜ。ハンブルクでヨーロッパナンバーワンは取れたが、世界を取るためにはファイアーショットもパワーアップが必要だからな。皆さんお疲れ様。おう、ハイネ、お疲れ。シュナイダーさん、どうです俺のパス、いいパスだったでしょ。ああ、
まあ俺がシュートしてもよかったんですけどね、シュナイダーさんの方がちょっとだけシュートがうまいんで、ほんのちょっとだけね。シュナイダーさんのプレースタイル、シュナイダーさんのお父さんに似てますよね。父さんに？シュナイダーさんのお父さん、ハンブルクのスター選手だったじゃないですか。ちっちゃい頃よく見てたんですよ。だからスペースへの出方とかパスの受け方とかシュートのタイミングとかもそっくりだなって思って。確かに似てるかもしれない。俺は父さんからサッカーを教わったからな。やっぱりですよね。俺合宿でそのことに気づいたんですよ。だからシュナイダーさんのお父さんのプレーを動画で見返してパスを出す時の参考にしたんですよ。そういうのに気づけて、しかも活かせるんですよね俺って。その観察眼は見習わないとな。そういえばお父さんどうしてるんですか？確か前にハンブルクで監督代行でしたっけ？やってましたよね。あれ？俺なんかまずいこと言いました？ちょっとな。まあいいや。それじゃ後半は頑張ってください。なんだ交代するのか？シュナイダーが前半だけってのは試合前から聞いてたけど。これでも俺まだ足が治りきってないんすよ。もう勝ちは決まったようなものだし、プレマッチで無理する必要もありませんよ。監督も後半の出場はお前に任せるって言ってくれたんで、お言葉に甘えようかなって。じゃああとは頼みますよ先輩たち。調子のいいやつだぜ、まったくよ。強い、強すぎる。あのシュナイダーってやつのシュート、あれは一体何なんですか？ハイネってミッドフィルダーもすごいテクニシャンだ。あのドリブル、パスのセンス、それと戦術がまるで見過ぎを見てるみたいだったぜ。他にもマーガス、カルツ、シェスタ、あいつらのせいで俺たちは何もできなかった。おい、ドイツベンチを見るたい。ドイツは主力の二人を下げるっていうのか？なめやがって。くそ。え、翼、負けるな。みんなこんなチームに負けるなよ。勝とうぜみんな。翼くん。くそ、あんな遠くからのシュートで手首を痛めるなんて。若島津、後半は交代だ。手首をドクターに見てもらうんだ。そんな、どうして？私も現役時代はゴールキーパーだった。だから君の手首の状態もわかる。今ならまだそれほどひどくはないはずだ。ならば治療を受けてまた後半は試合に出ます。試合はまだこれからなんだ。後半こそシュナイダーのシュートを止めてみせる。だから監督。気持ちはわかる。だが沸かします、無理をするな。後半は俺たちに任せろ。キャプテン、わかりました。森崎、準備を。はい。森崎、大丈夫。相手がどんなに強くても俺は逃げたりなんかしない。ボールに、シュートに向かっていくさ。うん。さあ後半が始まりました。前半で4点をリードしたドイツはシュナイダー君とハイネ君をベンチに下げてきた。これは余裕の表れなのか。そして前半はいいようにやられてしまった日本。
早く1点を取ってなんとかいいペースを持ってきたい。ドイツ、シェスター君のシュートが日本ゴールに突き刺さった。後半開始から10分、ドイツはマーガス君とシェスター君のコンビで早くも2点を追加。これでドイツのリードは6点となってしまった。くそ、俺の力が足りないばっかりに。もうダメだ、こんな試合意味ないよ。ちくしょう、あんなに頑張ってきたのに。ダメだ、もう負けだ。翼、お前と成功尽きるまで戦い抜いたあの全国大会、そのメンバーを中心に作り上げたこの全日本ジュニアユース、しかしその実力はこんなもんだ。本場のサッカー相手にはまるっきり通用しねえ。こうして俺たちは世界の前に惨めにひれ伏すんだ。一矢を報いることもできずに。監督、俺を使ってください。このままでは俺たちのチームはダメになってしまいます。僕からもお願いします。せめて一矢報いなくては選手みんなの心が持ちません。君たちの言う通りかもしれん、しかし翼、無理だけはしないようにするんだ。はい。監督、翼くんが中盤に入るならば松山をディフェンダーに回してみてください。松山を？彼の強い投手と諦めない粘り強さ、指揮能力は逆境の時の守備陣を率いるのに適していると思います。なるほど、思い切った手だが、確かに彼のプレーはディフェンダー向きでもある。試してみよう。ありがとうございます。それと君もここから試合に出てもらう。いきなりこんなシチュエーションで大変だと思うが、代表の選手として自分に必要なものを感じてきてほしい。俺たちの力で試合の流れを変えるぞ。ああ、その息だ。よし、行こう。あっと、日本選手交代です。澤田君に代わって、これはなんと、怪我で出場を見合わせていた翼くんがここでピッチに出ます。そしてもう一人、ニューヒーローリーグでの活躍で代表に抜擢された期待の1年生もついに試合に出場です。みんな元気を出すんだ。翼、確かにドイツは強い、でもやられっぱなしでは絶対に終わらない。1点でも2点でも返して俺たちの意地を見せるぞ。そうだ、点差は関係ない。最後の最後まで全力で食らいついていこうぜ。松山君、監督からの指示があるんだ。俺がディフェンダーに？ああ、分かった、任せろ。ヒューガ君、翼、俺たちが死力を尽くして戦ったサッカーはこんなものじゃないはずだ。絶対に見返してやろう。日本のエースストライカーはヒューガ君、君なんだ。だから頼んだよ翼。お前ってやつは、そうだ、俺はこのチームのストライカー。このままじゃ終われねえんだ。ついに代表デビューだな。この時が来るのを楽しみにしてたぜ。残り時間は少ないが、選ばれなかった奴らのためにも
これ以上やられるわけにはいかない。最後まで全力で飛ばすぞ。いいな。日本の10番翼大空、確か若林がいつも自分のことのように自慢していた選手がそんな名前だったな。へえ。でも言われてみればなんか雰囲気のある選手ですね。ジュニアユース、俺たちを舐めるな。突破だ。お前が若林が言ってた選手か。もしかしてこの10番本人本当の。ここから一気に攻め込みたいところ。センタリングを上げた。シュタイン君、ゴールを割らせません。パントキックで大きく蹴り出した。翼君、得意のヒールリフトで抜いた。お箱のヒールリフトだ。翼君、それをはめてキングリッシュだ。このボールに飛びつく。ボールはまだ生きている。マガトゥー君、このボールを拾います。ボールがタッチを割りました。スローインでのリスタート。伊沢君、ゴール前に持ち込んだ。マガトゥー君、ボールを狙うも届かない。もらった。フェイントだ。ヒューラ君、チームのタイヤーズゴール。これを弾いた。さあ、ボールを抑えた。チャージが決まった。ニッタ君、センタリングに合わせる。シュタイン君、ゴールを割らせません。パントキックで大きく蹴り出した。伊沢君、激しいタックル、横をすり抜けた。アラバシのようなドリブル、勇ましい突破だ。力をためて強力ドライブシュートだ。シェスター君、突き飛ばされた。まさに必殺の一撃でゴールをゲット。うわぁ、まだだ、まだ行くぞ。まだ諦めてないんだ。お主ら、やるの。よしだ。あっと、フェイント。たまるか。ヒューガ君、これがタイガーショットだ。ゴールを割らせません。パントキックで大きく蹴り出した。どうだ君、ここは抜かせません。敵陣へ攻め込みます。ヒューガ君、シュート。おっと、フェイント。ハルドビッヒ君、ボールを狙うも届かない。両者激しく激突。空中での激突だ。ボールを蹴り出した。シュタイン君、これはキャッチできない。体ごとぶつかっていった。アラバシのようなドリブル。それいった君、早くシュート。相手ボールを捉えるか。体ごとボールにぶつかっていく。マガトゥー君、体を張ってボールを止めた。ユーガ君、この位置、これがタイガーショットだ。このボールに飛びつく。ユーガ君、これを決めなきゃストライカーじゃねえ。ストライク、チャージが決まった。全日本
ここでキャプテンにボールを託して勝利の一撃を狙うか。表紙のようなドリブル、力を貯めて強烈ドライブシュートだ。マイヤー君クッテンだ。ボールの勢いも止められない。あー弾けます。ボールダッシュ成功。さあゴール前です。豪快にシュート。これはおはずのドライブシュートだ。あー弾きます。ここで止めた。全日本敗北。健闘を見せるも流れを変えることはできませんでした。ドイツの若き皇帝カール・ハインツ・シュナイダー、評判通りのすごい選手だった。それにもう一人、コルネリアス・ハイネ。彼の鮮やかなプレーも同じミッドフィルダーとして驚きだった。世界一になるには彼らに勝たなければならないのか。今日の試合前半はなすすべがなかったけど、後半翼くんが入り松山がディフェンダーに回るとそれなりに試合の形ができた。やはりこの形が日本にとってはベストだ。だけど翼くんにアクシデントがあればチームが一気に崩壊してしまう問題点は解消できていない。今後を考えれば翼くんをフォローできる選手が絶対に必要だ。こんな時に僕が、いやハーフしか出られない僕では根本的な解決にはならない。とにかく何か方法を考えないと。シュナイダーのあのシュート、あれがヨーロッパナンバーワンのストライカーのシュートか。キャプテン沸かします。手首はどうだった？骨にも靭帯にも異常はありませんでした。少し腫れていますが、それが引けば問題ないと。そうか、よかったな。なあ若島津、一つ質問がある。はっきり答えてくれ。あ、はい。俺のタイガーショットとシュナイダーのシュート、どっちが上だ？ハイネ、日本の10番、どう見えた？思ったより上手いですね。うちのチームでもそこそこやれるんじゃないですか。まあ、そこそこですけどね。確かに技術は高い。ファイティングスピリッツも素晴らしい。若林が認めるだけのことはある。だが、彼の力は本当にそういったものだけだろうか。もう一度確認しておくか。ああそうだ、シュナイダーさん、もう一人途中から入ってきた選手いたじゃないですか。あの23番か。ええ、目立つプレーはなかったですけど、なんとなく気になるんですよね。
あれがカール・ハインツ・シュナイダーか。ディアス。わ、パスカル、どうだったドイツは。ま、見るべきプレイをするやつは何人かいたかな。でも俺たちほどじゃないさ。となるとやっぱり俺たちのライバルはブラジルだろうな。何せ噂のあいつがいるって話だし。ま、それでも優勝は俺たちアルゼンチンさ。あのそんな高いところに登って落ちたら危ないですよ。大丈夫だって。あら、よっと、あれ、お前も今度の大会に出る選手？はい。あ、じゃあ試合で会った時は楽しもうぜ。じゃあな。いいな、僕にもあんなことができたらな。みんな、これからドイツとイタリアのプレマッチが始まる。特にイタリアは我々が大会の初戦で当たる相手だ。よく見ておくように。はい。みんな、ドイツはシュナイダーとハイネが出ていないみたいだ。まだプレマッチだからな。コンディション調整中なんだろ、きっと。じゃあ俺たち万全の状態じゃない相手にボコボコにされたのかよ。おい、試合が始まるぞ。やるな、このキーパー。すごい、あいつらのシュートをあんなにあっさり止めるなんて。片桐さん、あのイタリアのキーパーは？ジノ・ヘルナンデス。次の代のイタリアの代表キーパーは彼だとまで言われている実力者だ。相手の守りが甘くなったぞ、今がチャンスだ。それ！やっと俺の出番かよ。あのイタリアの10番は？レオナルド・ルチアーノ。イタリア南部のチームのフォワードだ。わしが止める。俺の邪魔をするな。何？わしをかわしただと？いくらでも来いよ。雑魚はいくら群れても雑魚だったことを教えてやる。なんだあいつ？うちのディフェンダーがまるで止まってるみたいじゃないか。仕上げだ、食らいやがれ。ナイスシュート、ルチアーノ。この程度で優勝候補とか笑わせんな。あいつドイツ相手にたった一人でカウンターを完成させやがった。なあ見すぎ、あのシュート俺たちが小学生の時にお前が打ったやつと同じじゃないか。同じじゃない、彼のシュートの方がずっと高度だ。打ち下ろしのボレーであれだけ鋭い回転をかけるなんて、一体どんな体と技術をしているんだ。グラウンド内外の素行やチームメイトとの協調性に問題があるということで、今まで代表入りを見送られていた選手だが、
見ての通り、実力はイタリアの選手の中でも飛び抜けている。問題点に目をつむって彼を加入させたということは、イタリアも本気で優勝を狙いに来ているんだ。ああ、負けちまった。ま、こっちも全力じゃねえしな。大会でやり返しゃいいって。ジノ・ヘルナンデス、レオナルド・ルチアーノ、この借りは本大会で必ず返すぞ。2対0か。上出来だったぞ、みんな。おい、今この調子ならチームの状態もまだまだ上げられそうだ。ち、何がチームの状態だ、バカバカしい。ところでルチアーノ、どうして途中から手を抜いたんだ。今日のドイツならもう何点か取れただろう。勝ってるんだから、何点で止めようが俺の勝手だろう。大体プレマッチで活躍したところでビッグクラブからのオファーが来るわけじゃねえしよ。う、嘘だろ。俺たちがあんなに苦戦したドイツ相手に。イタリアってこんなに強いのかよ。これじゃ今の僕たちにとても勝ち目なんて。アメリカにもドイツにも完敗だったな。まだ俺たちには世界は早かったんだよ。だよな、体も技術も違うのに勝てるわけねえんだ。本場のサッカーにはやっぱりかなわないのかな。そうそう、恥をかく前によ、こんな大会辞退して日本に帰った方がいいんじゃねえのか。そうだ、てめえなんてこと。そうださん、それは言い過ぎです。取り消してください。何言ってやがる、本当のことを言ったまでじゃねえか。全力でやったって負けたら同じだろうが。しかもただの負けじゃない、あんなにボロボロにされたんだぞ。勝ち目が一つもない相手と戦う大会に参加する意味なんてあるのかよ。お前らいい加減にしろ。松山。そうだ、お前いつからそんな臆病になった。俺が臆病だと。恥をかきたくないから帰るなんて、ただ逃げるのとどう違うって言うんだ。松山、他のみんなもだ。たった2回負けただけでそんなに弱気になるんじゃねえよ。この2試合で俺たちは世界のサッカーの実力を知ったんだ。ならばあとはまた一から努力し直すしかねえじゃねえか。そうだ、松山君の言う通りだよ。みんなが努力してその力を合わせれば俺たちはもっと強くなれるよ。まだまだこれからじゃないか。松山、翼。ち、相変わらず翼は明るいな。え、ほんとほんといいよな、楽天家は。あの、ヒューガさん。ああ、なんだ。この箱、さっき宿舎の人から渡されたんですが、キラ監督からヒューガさんへの届け物です。キラ監督から俺に？これは！2戦2敗。ここまではほぼ想定通りだ。あとは彼ら次第だな。三上さん。何かね？本当にこれで良かったのでしょうか？アメリカ戦もドイツ戦も選手にもっと具体的なデータを与え、
しっかり戦った方が良かったのではありませんか。確かにそうすればもっとマシな戦い方はできただろう。しかしそれでは戦士たちの受ける衝撃が弱まってしまう。彼らには世界の壁の高さ、厚さを骨の髄まで思い知ってもらわねばならなかったんだ。自分たちの自信が完全に崩れ落ちて、それでも壁を乗り越えようと立ち上がる強さ、それを持てないようでは今後世界とは戦えない。それは分かっています。しかしそれにしてもアメリカとドイツの強さは我々の想定を大きく上回っていました。選手たちも我々が考えていたよりずっと激しく落ち込んでいます。このままではチームがバラバラになりかねません。その時はそれまでのチームだったと諦めるだけだ。三上さん大丈夫だよ。片桐君、彼らを信じてあげたまえ。君が誰よりも長く彼らを見てきたんじゃないか。はい。ちょっと失礼します。はい、もしもし。よっ、遅くに悪いな。ちょっと練習に付き合ってくれ。やっぱり世界のスピードについてくにはこれくらいの速さでドリブルしないとな。特に今日みたいに押し込まれる展開が増えれば、そこから押し返すためにすぐに動き出せる瞬発力も必要だしな。あとは意表をつけるロングシュートの威力か。なあ、お前はこの2試合を見てさ、俺たちと世界との差どう思った？そうか、自信があるんだな。俺は正直に言うとさ、俺が思ってたよりも世界の実力はずっとずっと上だった。スピードもテクニックもフィジカルも今の俺たちじゃ歯が立たない。チームのみんなも自信をなくしてしまってるけれど、だからって負けっぱなしでは終われないんだ。代表に選ばれなかった選手はもちろん、全国のサッカー選手の期待も俺たちは背負ってるんだからな。世界に追いつくためにも、自信を失っているチームのみんなを引っ張るためにも、才能のない俺にできることはやっぱり練習しかないんだ。誰だ？誰かと思ったら君たちだったのか。こんな夜遅くに練習とは熱心じゃねえか。お前たちもそうなんじゃないのか。僕もニューヒーローリーグの疲れがだいぶ抜けてきたからね。大会本番に向けて練習強度を上げるために少し体を動かしておかないとと思ったんだ。それにチームのフォーメーションも考えなきゃいけない。プレマッチはまだもう一試合あるんだから。そうか、見過ぎはコーチ兼任だもんな。さすがだぜ。いや、そんな。ヒューガ、お前が持ってるその黒いボールは？ああ、ブラックボールって言ってな、俺の小学生の時の恩師が送ってくれたものさ。普通のサッカーボールの3倍の重さがある。俺はこれで今よりも強靭な足腰を作り上げて、新しいタイガーショットを生み出すつもりだ。そうか、つまり俺たち同じことを考えているんだな。ああ、そうらしいな。いや、僕たちだけじゃなさそうだ。え？ほら、もう一人来たよ。やっぱり
世界は広い。アメリカに来てまだ数日なのに、ドイツのシュナイダーをはじめすごい選手をたくさん見た。世界一の選手になるために、そして大きな夢を叶えるために、俺ももっと上手くならなきゃいけない。そして彼らに勝つ。翼！みんな、こんな時間にどうして？それはきっと翼くんと同じ理由さ。え？ああ、そういうことだ。俺たちの思いはただ一つだろ。うん、俺たちが目指すもの、それは。全日本ジュニアユースの勝利！俺たちならきっとやれるさ。うん、もちろん。僕もその輪に入ってもいいかな。君はまさか。久しぶり、翼くん、みんな。やっぱり美咲くんだ。美咲、美咲じゃないか。会いたかった、会いたかったよ美咲くん。翼くん、なかなか連絡できなくてごめん。いいんだよそんなこと、またこうして会えたんだから。美咲、いつアメリカに？ついさっき。それで空港まで片桐さんに迎えに来てもらったんだ。それにしても小学生の時からみんな変わってないね。やっぱりボールは友達だ。でも美咲くんもそうなんだろ？まあね。なあ、お前がここに来たってことは。うん、僕も日本代表に入るって決めたよ。本当に？いろいろ悩んだけど、やっぱりみんなとサッカーがしたくて。足を引っ張ってしまうかもしれないけど、よろしくみんな。大丈夫、美咲くんなら絶対に大丈夫だよ。また一緒にコンビを組んで頑張ろう。うん、ありがとう翼くん。ところで君は？ああ、こいつはフラノ中の後輩でさ。おい、自己紹介しろよ。僕は美咲太郎、よろしくね。よし、じゃあそれぞれ練習するか。ああ、美咲くんも少し蹴っていこうよ。もちろんそうしたいけど、これから正式にチームに合流するために日本サッカー協会といろいろ手続きをしなきゃいけないんだ。だからごめん。そっか。でも手続きが終われば明日の練習からは合流できるんだ。だから明日ね。うん、じゃあまた明日だね。楽しみにしてるよ。僕もさ。それじゃあまたね。翼くんと美咲くん、小学生の時に南葛 SC を優勝に導いた二人がついに揃った。二人があの頃のようなプレイをできれば、あるいは。美咲太郎です。今日から合流しました、よろしく。美咲、久しぶりだな。元気だったか？背は伸びてるけどあんまり変わってないな。それを言うなら俺たちもだけどな。わしたちは初めてたい。ああ、
こいつが噂の三崎太郎か。さあ次のプレマッチも目前に迫っている。練習を始めるぞ。はい。じゃあ二人一組、パスを出し合って最後にシュートだ。キーパーはゴール前へ。はい。よし、はじめは翼と美咲。はい。翼くん、美咲くん。翼と美咲、3年ぶりのコンビプレー。昔みたいに息は合うんだろうか。信じているよ、二人とも。よし、行くぞ美咲くん。ああ、おお、これは3年ぶりでも二人の息はぴったりだぜ。すげえ。このスピードでパスワークが少しも乱れないたい。あったもうよ。だからこそ二人はゴールデンコンビって呼ばれてるんだ。まさに今ゴールデンコンビ復活だぜ。美咲くん、ラストパスだ。よし、ナイスシュート、美咲くん。ナイスパス、翼くん。やったぜ二人とも。あのスピードに乗ったパスワークとシュート、美咲もこの3年で相当腕を上げたみたいだな。さすが翼くんだ。僕はスピードについていくだけでやっとだったよ。それはこっちも同じさ。よし、俺たちも気合い入れていこうぜ。もちろんさ、俺はいつでも元気だぜ。それ翼と美咲に送れるな。行くぜみんな。ああ、監督、ちょっとお話があるのですが。うん、何かね。次の試合、翼くんと美咲くんをスタメンで使ってほしいのです。美咲くんは合流したばかりだし、次の試合は様子を見ようと思っていたのだが、とりあえず理由を聞こうか。なるほど、確かに2人が揃えば中盤で勝負ができるし、チームの弱点も解消できるな。それともう一つ理由があります。世界との差を感じて自信を失ってしまっている選手たちに自信を取り戻してもらうためです。翼くんと美咲くんのコンビという世界とも勝負できる型を持てば、選手たちも落ち着いてプレーできるようになります。さらにその型を元にして自分たちのペースを作れれば、自分たちはやれるという自信につながるはずです。自信があれば思い切りプレイができますし、思い切りプレイができれば相手と強く戦うことができるようになります。君は本当に、いや、よくわかった。次の試合、2人をスタメンで使ってみよう。ありがとうございます。あとは彼か。才能は間違いなくある。一度きっかけをつかめばきっと